こんにちは。今日も黒花のあじさい祭りの会場から配信をお届けしたいと思います。今日はですね、あじさい祭りのあじさいという当然花の名前なんですけども、このイベントの名前の由来になっているあじさいの花を会場の、黒羽体育館の駐車場でいろんなテントを張ってブースが出ているんですけども、入ってすぐのところにある黒羽商工会のテント、ここはですね、毎回いろいろなアジサイの鉢植え、それもいろんな種類の鉢植えを展示販売しているので、意外と隠れた穴場のように楽しみに来てくださっているお客さんも多いんですね。で、ここに来ると色とりどりの花や大きな花、小さな花、それぞれ特徴のある鉢がたくさん並んでいます。ただ一テントの中なので驚くほどの量ではないんですけれども、それぞれがみんな特徴のある花を咲かせてくれている、非常に隠れた楽しみのコーナーになっていると思います。この小さな花も可愛いし、一花ずつが大きな、彩りも綺麗で優しい色をしてますね。で、同じような花でも微妙な色の違い、アジサイの場合は特に色合いの違いというのが魅力の一つですので、その辺もお客様がいろいろ眺めながら自分の好みに合ったアジサイを探して一鉢ずつお求めになっている姿もとても印象的です。今ちょうどいなくなってしまいましたけども、ここの販売を担当している黒羽商工会の会長、非常にお客さんとのやり取りが楽しく上手なんですね。さっきもちょっとお話をしたんですけども、嬉しそうに喋って楽しそうにお花の説明をされている姿がいつ見ていても印象的で、お客さんも喜ぶんだろうなと思いながら拝見しています。あとは地元のトマト、これももうたっぷり入ったトマトがとても手軽に買いやすい金額、あとは今年は可愛らしい花も揃えたなんていう話を聞きまして、一コーナー可愛らしい花のコーナーも増えています。 あと手ぬぐいもありましたね。これは芭蕉の里黒羽大王寺の手ぬぐい、こちらにお越しの時の記念になるような手ぬぐいとしてお求めになる方もいらっしゃいます。地元の商工会の会員の方々が献身的にセッティングをしてお客様のお相手をされているので、手作り感満載のアジサイのいいコーナーになっていると思います。今日も一日非常に暑い日になると思いますが、ちょっとでも日陰を求めて、でアジサイが一生懸命咲いている姿も楽しんで見ていただければ、お日様にだけは気をつけましょうね。その辺をお伝えして、黒羽アジサイ祭りの会場、特にブースですね、このテントの張られたブースからの配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。